はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、こちら遊戯王アークファイブオフィシャルカードゲームザ・シークレット・オブ・エボリューションの開封動画を上げさせていただきました。今回はですね、すいません、ちょっとね、給料日前だったんであまり買えなかったんですよね。はい、すいませんね、ちょっとね、厳しいというか懐事情がね、年末近いので、はい、あまり買えなかったんです。本当に申し訳ない。ですのでかなり短い動画になってしまうと思うんですがね、本当にそこのところご了承お願いいたします。今回はね、こちらまあまず1、2、3、4、5、6、はい、安定の6箱プラス1で7ですね。はい、まあ本当は末広がりの8って意味で8箱買いたかったんですけども、さすがにちょっと、はい、懐事情のせいで人が買えなくて、こんなヘタれたね、個数になってしまって誠に申し訳ございません。はいはい、ね、今回のパックはね、なんかいろいろなね、強化パックも、強化もあったり、逆にね、懐かしいカードの、なんか懐かしいカードシリーズの なんて言うんです、強化があったりと、なかなか面白い箱なので、うん、なんかなんかちょっと楽しみな感じになってますね。はい、それではあの上の方だけここね、ちぎっていきたいと思うので、いつものようにね、ではそこまでカットしたいと思います。ではカット。はい、それじゃね、剥き終わりましたんで、早速開封していきたいと思います。さあ、もうね、かなりまとめていっちゃいますね。もう。しょ。よ。もう結構もう一気に行きましょう。よ。今回はね、かなりね、懐かしいカードの応酬とかね、音響戦士とかも出てるんだっけ？それは次のパックでしたっけ？うん。懐かしのカードたちも含めて、いっぱいやっていきたいんですけどもね、既存か、その代わり新カテゴリーというのがあんまないのかな。インフェルノイドっていうのがあんのか。いまいち、そういうあれ。調べてないんですよね、それ。どれがトップレアなのかもわからない。はい、じゃあ行きまーす。はい。フロントオブザーバー。あ、これがインフェルノイドですね。はい。はい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 。ん？これが、ペンデュラムゾーンのカードかな？うん。トランプウォッチ。熟練の青魔導士。ほう。インフェルノイド。はいはいはい。あ、これが、妖戦獣のマガツで結構強いんですよね。このカードが召喚に成功した時に発動できる。デッキから、マガツランセン以外の妖戦獣モンスター一体を SS する。ふんふんふん。なるほどなるほど。召喚だから、かまいたちとかからでもできるのかな？確か。うん。レベル4以下でしたっけ？あ、青天の霹靂。これスーパーか。うん。これはあれですよね。いろいろ言われてましたよね。ベノミナーガを出したりとか、他にもなんかスターブラストで下げてって言うんだけど、あれはできないんでしたっけ。もともとのレベルが10以下の通常召喚できないモンスターだから、ムーラングレイスとかも出せるんですよね。うん。ただグランソイルとかなんか出しても意味ないみたいですね。うん。なんかこのカード以外特殊召喚できないから、うん。ね、いいですね。ふんふん。あ、出た、クリフォードエイリアス。これがね、鬼なんですよ。うん。まあ、召喚でレベル8なんですけれども、まあ、何よりも、このカードを召喚したとき、フィールド上のカードを、まあ、バウンスするんですけど、まあ、強制脱出装置の上位交換みたいな感じなんですけど、まあ、超融合みたいな感じで、チェーンできなくなるんですよ。はい。ですので、例えば、何かをチェーンして、発動することができないから、例えば、ゲノムに、サクリフォート装備して、このカードを出すと、ゲノムの効果、で、サクリフォートの効果、で、このカードの効果ってなって、で、自由に組むことになると、まずゲノム1、サクリフォートにこのカードを3にした場合、もうそれ以降はもうチェーンできないので、まあ、神の、
違う、神じゃなくて他の、例えば強制脱出装置でチェーンでこれを戻すとかもできなくなっちゃう。だからね、ゲノムで絶対に破壊できてしまうし、こいつでバウンスすることも絶対にできてしまうっていう、非常に強いというかクソゲーになってしまうね。うん、イラストがすごいなこれ。インフェルノイド、はいはいはい。貨物列車デリックレーン、あー、なんか列車もなかなか強くなってるね。出たアセンブラ、うん、これはまたね、ここほらここにね、なんかあのベノ、あのベルズみたいな感じで、ヘリオローみたいな感じであるんですけど、読めないよテキスト確認いいですかって時読むんでしょうかね。超獣武者出た、宝玉の集結、そう、宝玉獣が、あの、また、あたあたに出るんですよ。宝玉の集結。ね。いいですね。宝玉獣。いいなぁ。これみんな揃ってるけど。宝玉の集結って、で、集結するのに10年ぐらい時間かかってますからね、こいつら。学生時代解散したバンドじゃねえんだからよ。たまにはあったりしろよ。仕事を言い訳に、なんか合わない大人みたいな感じですよね。お、グングニールのネクロス。はい。これがなかなかね、これ女の子なんですね、これ。初めて知ったわ。なんか好き、まあ、ぐんぐん、ネクロス組んでる人にあげようかなと思います。はい。デリックへ。だ、せ。めっちゃくしょい。寒くなってきましたから、はい。リフォーマースマホ。スマホ。このカードは通常召喚できない。あ、モバホンから出すってやつか。なるほどな。しかし、モバホンからいきなりスマホに変わってるからな。辻切り風。妖精獣もね、なかなかね、強いっていう。お、アポクリフォートカーネル。へぇ、こんなんあるんだ。ほぉ、これが何レアなんですかね。新たなレアだ。シクレアとはまた違うレアなのかな。なかなか綺麗ですけど、はい。新たに出たんですよね。うん、出た、サウンドウォリアー。出た、リクリフォート。多分ね、これね、多分このパックの中で一番えげつない。なんですよ。このモンスターが召喚、判定召喚され、そのカードがレベル4以下の場合に、そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。モンスターが特殊召喚された時、そのモンスターがレベル5以上の場合に、そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。そのモンスターはフィールド上から離れた場合除外される。で、フィールドにリクリフォート以外にクリフォートカードが存在しない場合、このカードは墓地に送られる。これ恐ろしいところはね、ターン1って書いてないんですよ。どこにも。ですので、でいくらでも発動できるし、いくらでも無効にできてしまう。これほんとクソだと思います。はい。クリフォード使ってますけど。お、鳥獣行進、スサノオ。すいません。どれがいいかわからないので、なんか、おおとは言いますけど、うん。インフェルノイド。インフェルノイドもちょっと面白そうだな。なんか似てるな。あ、なんかホルスっぽいな。色合いと炎ってところが。ね。精霊獣。ジェムダイドラピス。かわいい。仲間の健康を常に気遣う癒しの戦士。健康を気遣うって。保健委員かよ、お前。草原の煉獄。インフルノイド結構ありますね。うん、帝王の深淵。はいはいはい。青、失礼。はいはいはい。はいはいはい。エンタメイト多いな。オーバーザレインボー。オーバーザレインボーって確か、レインボードラゴンの攻撃名でしたよね。デッキから、はい。レインボードラゴンまたはレインボーダークドラゴンとなるモンスターが効果を発動したターン。デッキから砲撃獣モンスターを任意の数だけ特殊化。すげえ、なんだこれ。まあ確かにレインボードラゴンで効果発動するのも難しいんですよね。ゼンマイの巻き上げ。覚醒する煉獄。はいはいはい。ちょっと巻きでいきます。お、クリフォートアクセス。これもあれですね。なんかエヴァって言われてますけど、確かにエヴァっぽいですよね。金満な壺。ほう、これは初めて知ったな。
金満夏場は一旦に一度しか発動できず、このカードはそれで自分はペンデュラム召喚以外で特殊召喚ができない。自分のエクストラデッキの表側表示のペンデュラムモンスターおよび自分の墓地のペンデュラムモンスターを合計3体選び、デッキに加えてシャッフルする。その後自分はデッキからカードを見ます。クリフォードでなかなか使えそうですよね。ツールの再利用とか。でもまあそこまでやるならね、普通に殺した方が早いんじゃねえのとは言われますけどね。霊獣の奇襲出た。テラナイト、テラナイトはなんかかなりおまけ的な扱いになってますよね、このパック。お、出た、ドラグニティ。はい、ドラグニティのね、真相。ドラグニティは組みたいんだけどな、もうないわ。あー、これが例のなんか装備融合みたいなやつか。装備融合ってよくわからんな、シャドール。でもシャドールは未だにいますからね。多いよ、ADS やってると。勝てない。強制脱出装置とか抜いてしまったので。平石。ほう、なんか、このカードがモンスターカードゾーンに存在する限り、お互いにメインフェーズ1の間は魔法カード発動しない。強っ！だからこれめっちゃ強くね？まあまあ、メイン2で発動しろよって話なんですけど。はい。ねえ、バトルフェーズ入った後。お、これはなんかさっきあったぞ。アポクリフォートカーネン。もともとはスーなのか。あ、スーであるってことか。どういう効果？このカードは特殊召喚できず、ジムフィールド上のクリフォートモンスター3体をリリースした場合のみ、どうぞ予想ができる。アポクリフォートキラーみたいな感じですね。通常召喚したこのカードは魔法トラップカードの効果を受けず、このカードよりレベルの元々のレベルが変化、はいはいはい、効果を受けない。一旦にして相手フィールド上のモンスター1体対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズにする。おーおー、強い気だ。でもエンドフェイズか。エンドフェイズか。まあ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 ね、エンドフェイズな、エンドフェイズか。永続だったら強かったな。はいはい。でもまあね、でもアポクリフォートキラーが強いので、そっちで十分なんじゃないかな。アポクリは好きですよ、本当にね。なんとも言えない感がね。ただちょっとね、ネクロスと相性が悪すぎるんで。手札誘発で上げてくる、まあね、リサイシバーンズという鬼畜カードがあるから、ちょっとな、採用が難しい。シャドウと相手だとあれで積むことが多かったんですけどね。ただまあ本当ネクロス多いっすよね。まあただ自分では使えないんですよね。一回使ってみたけど、何が強いんだと思ってしまって、でもいざ相対すると勝てないから、やっぱプレイングの差なんでしょうね。上手い人が使ったら絶対強いっていう、自分僕程度の本当プレイングの雑魚さ加減では勝てない。サテラナイト、はいはいはい、平井心、舞姫、ネクロスの前、なんか採用されなそうな感じがするな。イリュージョンバルーン、エコユニゾンビ、なんかこれ欲しいって言ってた人いたわ。逆になってる。鳥獣武者ソウル岩落とし、鳥獣武者もなんか流行ってます。流行ってるというか、なんか強くなったというあれが聞きますね。ジェムナイトラピスラズリ、はいはいはい、ギータス辻切りね、はい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 、煉獄の反乱、宝玉の先導者、闇露伴ですね、確かこれ。宝玉銃な、組みたいんだけどな、誰か持ってないかな。お、ガドムズの非常召集、なんか俺実は強いようで弱いって聞きました。ネクロスの反魂術、なんか反魂術って多いな。リチュアにもなかったか、そんな技。ドタキャン。相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。ジムフィールド上のモンスター全てに守備用紙。このカード発動後、ターン終了時まで効果波で破壊されたジム。なるほど。エンタメイト用のあれかな。ジゴバイト。こうガガギゴみたいなやつか。はい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 。ティンクルセイクリッド。
天界総集、ギータス、サイコジャッカー、人造人間、へえ、こんなもあるんだ。おメタファイズホールスドラゴン、自分フィンシンクロション、ああはいはいはい、なんかシンクロ素材になったやつで変わるってやつか。ほーってか。あ、ちなみにあのノーマルレアとかわからないので、はい、後で調べます。はい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 、連生する振動。おおおお、ルーンアイズペンデュラムドラゴン。融合ですね、オッドアイズペンデュラムドラゴンと何かのね。なんかまあルーンアイズのイラストがな、なんかすごい悪役っぽいですよね。ブレイズキャノン、ほう、そんなもんあんのか。ほい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 、召喚制限エクストラネット、ライズファルコン、インフェルノンドがなんかあれノーマルで多いですね。なかなか組めそうな気がするぜ。お、こっちがあれか、あの、あの表ヨハンの方ですね。ダッセーなこの剣。こんな剣持ってたっけよ。ヨハン、この左手はなんだ、この左手。なんかこんな感じで、これ中二病かおい。ペンデュラムですよね、うん、はいはいはい、以上かな。うん、 OK、 これですね、一箱目。スーパー、なんかスーパー少なくない、なもんか。スーパーは3枚でしたっけ。1,2,3 か、はいはいはい、なもんか。うん、はい、一箱目終わりです。はい、じゃあさらさらっていきましょう。攻撃中な、もうパーツがどっか行きました。昔は組んでたんだけどさ、今なんかねノーマルで買うと思ったらごっつ高いらしいです。やっぱあの再録決まったっていう情報があの蔓延してから、蔓延というかあの広まってから、あのすぐにあのネットショップから消えていった、うん、冷圧が消えていったって感じでした。驚きましたよ、さっき3分前まであの600円だったサファイアペガサスのレリーフとかがクリックした後に1200円に変わってましたから、おい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 って感じだ。だからまあ今更まあもし出してくれる人がいるなら買おうかなと思いますね。はい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 、よっ、わお、ああ、ちょっと待ってください、なんか新品のねあれはちょっと滑りやすいんですよ、はい、よっと、ほい、ほい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 、スパイクイーグ、あ、なんかこれノーレア臭い、違うのかな、相手がモンスターを守備用紙で特殊召喚した時に発動できる、うんうんうん、微妙。サウンドオリア、確かサンドウォリーって3種ぐらいしか出てないんでしたっけ、うん、ほい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 、インフェルノイドでなんかレアのやつって何なんですかね、今んとこノーマルかジレアかのどっちかなんですよね。おメタファイス、はいはい、オッケー、ふいよ、すい、はい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 、
お、ぐんぐん言うのイクロス。シークレットかな？シークレットでいいのかなこれ。うん。いいですね。オッケー。だいたいグングニールは何枚入るんですかね。そんな言うほどの枚数がね、昔はだって出た当初はトリシューラが絶対3枚とか言われてたのにね。今はそういうことじゃないでしょ。では、セイクリッドダイヤ。これは確かシャドールに対してかなりメタになるっていうやつですね。で、出るのが遅い気もしますけど、なかなか。うん、クリフォーとアセンブラなぁ、なかなか。なんかもう一個ぐらいなんかなかったかな。もう一個ぐらいなんか、宝玉銃で何かあった気がしたんですけどね。魔法カード、トラップカードね。よいしょ。懐かしいなぁ、宝玉銃。昔はね、宝玉銃でね、反乱出してワンキルっていうのが楽しかったもんですよ。サファイアコーリングとか言ってた。あの頃が楽しかったな、遊戯王。なんかエンターテインメントがあった。なんか楽しむっていう思いが前提にあったな、価値よりも。今は違うからな、やっぱし。一度やってしまうとね。あの頃に戻りたいっていう気持ちがあるとすればそこかな。うん。学生時代に戻りたいとは全くと言っていいほど思わないけど。あの頃遊戯王を楽しめた時代、気持ちを持ちたいっていうのはある。あの頃の気持ちを持ちたいっていうのはね。平井心。お、また超獣武者か。超獣武者ってどうなのかな？なんかの動画であったのはすごくね、なんか楽しそうだったんですけどね。うん。ワンキルっていうか、相手のモンスターを奪うっていう、じゃあマジックトラップを奪うっていうカードがあるんですよ。あれが好きだな。なかなかああいうカードは本当に楽しいと思う。お、あ、これか、インフェルノイドで、ね、レアなのは。このカードは通常召喚できない。自分フィールド上のすべての効果モンスターのレベルのランクの合計が8以下の時に自分の手札墓地からインフェルノイドモンスター3体を、すごいめんどくせえ。なんだこれ。愛のみ手札墓地から特殊召喚できる。このカードが特殊召喚に成功した時に発動できる。このカード以外のフィールドのモンスターをすべて破壊する。一旦に一度、魔法トラップカードの効果が発動した時、自分フィールド上のモンスター1体をリリースして発動できる。そのカード、強いけど、めぇー、これきついな。出す条件。サーチとかできるのかな、あれ。またか、アポクリフォートカーネル。多いよ。どんだけ出してんだ。アポクリフォートキラーに特化した、クリフォートは組んでみたんですけどね、やっぱ安定しないっすわ。うん。初手に2枚以上来るもん。あー、間違っとるやないかーい。オッケー。はいはいはい。お、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 なんだこれは。スペリオルドーラ。レベル10モンスターかけるに、一旦にしょ、このカードのエクシーズス。あ、10モンスターね。この子はフィールドの表から表示モンスター1体対象として発動できる。そのモンスターはターン終了時まで、そのモンスター以外のカード効果を受けない。この子が相手ターンでは発動できる。あー、はい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 。なんか、強化したカードとか受けなくなるってことか。へー、なるほどなるほど。あ、自分にも出せるのかね。うん、奈落とか暗いそうになったら、このカードの取り除いでこいつとかね。ほう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 。なかなかね、強そうですね。うん。おっと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 。宝玉の集結。な、色合いが好きなんですよね、宝玉銃は。いや、まあそういう設定なんですけど、そもそもがね、宝玉銃は色で分けとるからな。ルビーとかエメラルドとか言ってるからね。
またスサノオかよ。はい、オッケー、2箱目終了ですね。はい、これじゃあ3箱目が終わったらちょっと休憩挟みますかね。うん、寒い。ちょっとシャワー浴びてきます。急激に寒くなったな、ほんと。はい、じゃあ3箱目いきましょうか。サクサクっとね。うん、いやー、ほんとデジカメのバッテリー買ったからほんと楽になったわ。前のバッテリーだとこれぐらいであれで、あの電池のアンテナが切れてました。ゼロになってた。まあ、ここでね、次組むのが何しようかなと思ってるんですけど、まあ、クリフォートはまあメインで使い続けて、他が何にしようかなって思ってるんですよね。妖戦銃でいいかなと思ったけど、秘技がない。秘技が1枚しかない。うん。秘技がいらない構築もあるらしいんですけどね。はい。ドタキャン、ドタキャンダメ絶対。小脇メール、へえ。新魔獣ガーゼット、ガーゼット。このカード通常召喚できない。ジムフィールドのモンスターを全てリリースした場合のみ特殊召喚できる。このカードを特殊召喚する、ん？このカードを特殊召喚するためにリリースしたモンスターの攻撃力を合成。おお、すごいな。このカードが守備標準、これやばくない？これなんか特殊召喚でしょこれ。うん。これやばくない？ほんとワンキル余裕とかになったりしない？なあ。だってこれ普通に考えてバルバロス出してそいつリリースして特殊召喚したら3000になるわけでしょ。これは強くないか。なんかいろんなところでワンキルに使われそうな気がするぞ。これは強い気がする。なんか流行りそう、流行りそうというか、なんかいろんなところで悪用されそう。またかメタフォルス多いよな。メタファールズとか聞くとアルトネリコを思い出すな。誰も知らないだろうけど。はいはいはい。お、大雷。はい、このコードの効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールド上の表物の不要事モンスター全て破壊する。これは強いな。リビングデッドの呼び声で相手モンスターサンダーボルトになるってことか。でもイカズチ族か。なるほどな。強いけども、そのまま使えるというようなものでもないのかな。なるほどね。使っちゃうとないし。大雷な、神王がみたいだな。はい。シンクルセイクリッド、ほい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 。お、ねえ、もうさっきのやつか。はいはいはい。インフェリノイド組むならなんかまとめてあげられそうな気もしてきたぜ。ん？アンプリファイヤー、またスタノだよ。またスタノだよ。同じカードばっかできると萎えるぜ。うん、まあでも超獣武者もね、超獣武者も、もし流行ったらな、こういうのが高くなったりするんですよ。
何がどう強くなるか分かりませんから今の遊戯王は。はいはいはい、オッケー。インフェルノイド、インフェルノイド、クリフォートエリアス、報復の集結。総炎の煉獄、まあさっきもあったけどな。おっと、スマホン。昔はね、ディフォーマーで出てましたよ。大会とか。モバホンに機械複製術打って、でね、ナチュルとナチュールパルキオン、ナチュビとナチュールパルキオンを両方いっぺんに出すっていう。懐かしかったな、強かったな。ラジカッセン団結の力とかね。ラジカッセン団結の力、リミッター解除、オラーみたいな。楽しかった、あの時は。東京にいた頃でしたね。秋葉原の大会とか行きましたよ。ホビーステーションがあった頃、もうないのかな確か。もうセクリットダイヤ、オッケー。そこでの知り合いの人ね、今どうしてんのかな。もうやめてるのかもしれないけどね。いつかね、東京行った時に会えたらね、いいなと思いますけど。これが3箱目ラストですかね。じゃあこれ終わったらほんの少しね、整理と休憩しますね。申し訳ないですけど。ふいっ、スマホーン、自己倍。失礼、なんか切れてたみたいで。はい、どっから切れてたんだ。はい。どこまで？セイクリッドダイヤ、転身とか当たったとこは いましたっけ。はい。一応これが当たりました。はい、すいません。で、影帽子が当たった。はい。ふんふんふん。はい、終わりですかね。3箱目終わりです。それじゃあ、ほんの少し、整理と休憩、整理をしますね。休憩を含めて。はい。じゃあ、ちょっとカット。OK! それじゃあ、続けていきましょう。はい。どうやらですね、シークレットは一箱に1枚らしいっすね。クングニールシクはなんか好きな人は好きそうだな。どれぐらいの価値があるのかわからないんですけど。はい。ネクロスもね、どれがかかったら弱くなるのかな、ネクロスって。ブリューナク、やはりね、サーチがね、多いデッキというのはね、やっぱ強デッキなんですよ。僕ね、聖騎士をね、今組んでるんですけど、もう本当にサーチがね、来ないとね、話にならない。あれは。初手モルドレッドスタートができないと、うまくいかないとまでは言わないけど、強くならないし、別にできたとしても、じゃあそれで完全に勝てるよってわけでもないし、できたら、おーおー、強いじゃん、聖騎士ってぐらい。突破方法はあるからね。はい、行きましょう。多分、霊獣のなんかが来てないのかな。ちょっと今、ね、さっきチラッと調べた感じだけど。なんか、リクリフォートがね、さっきめっちゃ強いって言ってたけど、なんかそうでもないらしいです。友人が言ってました。お聖天の霹靂。はい。なかなか面白いカードですよね、聖天の霹靂。どんなん出せば強いのかな。さっき言ってるようなね、遊戯王ウィキに書かれていたのは、ムーラングレイスとか、そういったもんですけど、他は何なんだろうな。メタファイズ来すぎ、どんだけ来んのよ。ペンデュラムターン、はい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 。
うん、なんかね、リクリフォートはね、まず入れてると、引いてしまった場合が弱いらしいです。うん。うん、まあ、他がツールがない時に引いてしまった時に、維持するのが難しいっていうのがありましたね。言ってましたけど。まあ、実際問題ね、大会ってどうにかならないと、お、セークリッドダイヤ、オッケー。大会ってどうにかならないと分かんないんですけどね。うん。ほい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 。スサノオウ。スサノオウ。ほいほい、オッケー。まあ、シークレットは美しいとはいえね、全部にシークレットがあるのかな。スーパー以上のものには全部あるのかな。そう考えると狙ったもののシークレットを集めるっていうのはすごく難しそうですね。うん、全てにあるとするならばね、シークレット3枚で集めるって人がいたら、うん、ちょっとまあ苦行だろうな、辛いのは。はい、でも妖戦獣はいいデッキですとよ。うん、安いからね、何よりも本当に安いから。単純ですからね、効果もそんなにほど難しい。お、金満な壺のシークレット。あー、はい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 、いいじゃないって感じ。おっとっと、すい、ふい、ふい、うん、カーネル、カーネル全部に出てるぞ。カーネルみんな好きね。インフェルノのネヘモス、うん、もう全部出尽くしたのかな。ノーマルが分かんないので、ノーマルレアが、なんかノーマルレアが乗ってなかった。あ、でもオーバーザレインボーはかっこいいな。宝玉獣をこのためだけに使いたい。あ、なんでこれ、初めて見た。新規セイントレア。自分、レベル2モンスター ×2。エクシーズ素材を持っているこのカードは戦闘では破壊されない。このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージテップ推奨用時に、このカードのエクシーズ素材を一つ取り除いて発動できる。その、へぇ、結構強いじゃん。攻撃力も2000ですしね。なかなか強くないです。あ、これ汎用性高いしね。うん、レベル2か、なんかあるかな。ランク2か、うん、レベル2モンスター2個ね。ランク2だしね、なんかあったかな。マーメイルとかにいいのが入りそうですよね。うん、マーメイル入るのか。いや、でも入るっちゃ入るんじゃないですか。うん、はい、 OK。 4箱目終了ですね。じゃあもうさっさと行きましょうよ。5箱目行きます。マーメイルはね、ちょっとね、規制が厳しすぎる気はしますね。なんか、ものすごい締め付けが強かった、これは。なんかメタが多い割には締め付けがごっつったから。ちょっとかわいそうだなと思います。でも次でね、ジャンドとかも流行るみたいですからね、結構ね。スターダストウォリアーだっけ、なんかその感じのやつがいたとして。ジャンドも流行ったよな。みんなジャンド使ってた時代があったから。本当に。うん。オーバーザレインボー。
アンプリファイア、なんかな、あ違うな、ノーマルじゃ、ノーマルレアじゃないな。晴天の霹靂もういいよ、来すぎだよ晴天の霹靂。いやいいんだけどな、好きなんだけどね。ルーンアイズペンデュラムの、なんか意外と来ないな、なんかこればっかと思ってましたよ。あのオッドアイズペンデュラムドラゴンの時はね、オッピーの、あの前の時、ネクストチャレンジャーですか確かね、違うわ、その前かな、デュエルスタートメントの時はもうオッピー来すぎだろってレベルできましたね。あれは封入操作かかったらしいですけど、うん、今回もだからこんな感じでルーンアイズはずっと来ると思ってたら意外と来ないから、もう大体来たのは、あ、でも霊獣関係が来てんのか。まあ霊獣私組んでないので別にいいんですけど。転身が欲しいかな。うん、できるならば。なんかエコゾンビで終わること多くない？私だけってこれ。でも狙ったもののトップレアのシークレットっていうのはどれぐらいなのかな。例えば光の転身のシークレットとかは一体どれぐらいするんでしょうね。いやまあ光の転身が、あの転身なんて名前だっけ、魂の転身だ、光の転身じゃない、魂の転身のシークレットとかはどれぐらいするのかな。仮にあれがトップレアだとしてね、うん、ここまで出ないってことはトップレアなんじゃないかなと思ってる。勝手に想像です、想像。スサノオ全部に出てない、スサノオ敷くかよ、しかも。お、いいですね、スペリオルドーラ、うん、好きですよスペリオルドーラは。なんかまた出たメタファイス解禁書すぎセイクリッドダイ、これもあれかな、うん、なんかデルタテロス張りに、あーぐんぐんいる、すごいな、ウル、レリー、シクと揃ったこれで、はい、なかなかね、うん、でもこれバラバラだったらなんかあれじゃない、欲しくないって人言いそういそう、うん、僕がね、例えば3枚発動するときバラバラとかだと逆に好きだったりするんですよ。なんか良くないですか？なんか一個一個違うことにやるっていうの、まあ揃えるのも揃えるのでいいんですけど、なんかバラバラっていうのもなんかあえていいみたいな。サイクロンをスーパー、パラレル、あとジレア、あ違う、ジレアなんかで揃えるみたいなね。なんかそんなんで、ね、なかなか好きなんですけどね。お、大雷、はい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 、はい、なかなか面白いカードが多いですよね。うん、単体でも使えるみたいな。ほい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 、終わりかな、うん、オッケー、あーちょっと直しますねこれ。ペンデュラムカードが、なんか下が青色なので、なんか魔法カードで間違ってしまいそうね。今ちょっと間違いかけた。ああ、また落ちた。もう畜生。カードを大切にしろって言われるじゃないか。
まあ、後でな、後であれです。あの、なんていうんですか、整理しますんでね。はい、じゃあ、6箱目いきまーす。明確な目的がないからな、この、どれ来ても驚く。はい、オッケー、ロッカー君いきまーす。すいへんへん。ちょっとあの、デジカメの撮影時間がやばくなってきたんで、巻きでいきますよ、ほんと。お、あ、そっか、これがあったな。忘れてたよ。エルシャドール・ウェンディゴ。かわいい。うん、かわいいけども、風属性なんだ。なるほど。風属性か。何入れるんでしょうかね、風なんて。なんかありました？超融合で吸う方にも、風属性で吸える有効なものってなんだ？うん。まあ、スターダストドラゴン。いや、でもスターダスト今あんま流行ってないしな、風属性。なんかあるかな、風属性。なんかこれが能力臭いな。なんかね。召喚制限っていうのはさ、いや、わかんないんですけどね、うん、すいません。うん、またか、またか、金満夏星くん。うん、なんかここまで揃うっていうのはアルミレアなんじゃないのか。ちょっと待って。またよ、スサノオ全部来てるな。すい。うん、オッケーオッケー。はい。半分折り。次。えい。でもあれですね、金満の壺はこれから、金満の壺はあれですね、あのこれからペンデュラムデッキグングニールも来るな。金満の壺はこれからね、ペンデュラムを主体としたデッキが流行れば、なんかもっとね、なんか価値が上がりそうな気もしますね。うん、セイクリッドテン、お前はもうかなり来るな。うん、なんか、そう、ルーンアイズ来ねえな。カーネル・サンダース。違うけど、ちくしょう。お、ネヘモス、ネヘモスね。3枚揃ったな、これで。はいはいはい。オッケー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 、負けでいくぜ。
リズムに乗るぜ。ひゅい。ふい。ふい。金真夏も2枚。これ同じの被ると厳しいですね。スーとシクで。うん。はい。OK。6泊目終了っす。ラスト行きましょう。魂の天使が来ないなぁ、やっぱり。やっぱあれなぁ、レアなんだよなぁ、あれ。まあ、魂、金満の壺はあれですね。例えばツールが、制限かかった後に回収するために使うのもできますし、ねえ、それだとね、うん、金満の壺使いつつ召喚師のスキルもあるから、うん、サーチも余裕になるし、デッキに戻ればね。オーバーザレインボー、グングニル来るなぁ、来るなぁ。レディ2枚、ウル2枚、シク1枚ですよ。多分揃えることは簡単なんだろうな、あれ。な。はい。なぁ、あれ、霊獣でなんかなかったっけな、スーパーのやつって。なかったっけ、あったような気がしたんですけど。気のせいだったか。はい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 、はいはい、腕がしんどくなってきた。落ち着け。よっ、はい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 、オッケー、はい、あ、終わり、ラスっす。腕が痛え。もう年ですね、私。あお。しょ。はい。OK。じゃあ、ラストと、タダですね。はい。OK。セイントレア。ベタールーンアイズ。全部売るか。レディあったっけ。まあ、後で調べれば分かることですけど。オオカミナリー。これも来んな、よく。ね、これ3枚目か。腕が痛い。ライズファルコン、これでお前メタファイズが敷くとかだったらなんか、おお前来た。これ皆勤賞だな、全部に来たな、見事なほどに。おお、すげえ、オンジャテヤガイウス、ここに来て初めて来た、しかも宿で。
これはいいな、かっこいい。この中二病めいたガイウス、かっこよくなりすぎるのはなんだこれ。あれガイウスまた来たぞ。あ、そっか、ガイウス来てなかったね。そういえばなんか聞いてたけどガイウスは来てなかったな。なるほどなるほど、はい、終わりかな。ダイヤ、セクレットダイヤ来た。はい、以上ですね。はい、それではまとめの方を発表していきたいと思います。はい、それでは結果発表ということで発表していきたいと思います。はい、こちらインフェルノイドネヘモスレリーフが2つで、ウルが2つですね。はい、でグングニールのネクロスがレリーフ2つ、ウルが2つで、シークレットが1枚ですね。でルーンアイズペンデュラムドラゴンがウル2つレリーフ1枚ずつですね。でセイクリッドダイヤが 1,2,3,4,5,6 枚で全部売るという奇跡。、うん、まさに奇跡で、超重更新スタノーが売る1レリーフが2、あ、売る3ですね、売る3レリーフ2シク16枚という奇跡。でメタファイズホールスドラゴンが 1,2,3,4,5,6 全部売るという奇跡。なんだこれ。ある意味すごいわ。はい、アポクリフォのカーネルがね、数が4枚、宿が1枚。かぶりすぎだろ、これ。こんなもんなのかな、みたいな。で、金万の壺が、宿が2枚、数2枚で、ね、偏ってんな、ほんと。で、聖天の霹靂がスーパー3枚ですね。はい。うん、で、ジャオンテガイウス、オンジャテガイウスが宿1枚、数1枚ですね。で、エルシャドル・レンディゴが1枚だけ。で、セイントレアが数2枚。で、スペリオル・ドーラが数2枚と、シク1枚ですね。で、オーカミナリが数3枚ですね。うん、で、カゲボー・シーが数2枚。で、一番欲しかった魂の天神は1枚だけというね。まあ、物欲センサーというやつですと。はい。はい、以上になります。うん、いろいろ被り物が多かったんですけども、まあ、それでも、なかなか、うん、別に外れではないというか、なかなか良かったんじゃないかなと思います。うん、自分的には。まあ結構満足。満足。はい。何よりね、聖天の霹靂がね、3枚欲しかったんでね、光の天神とね、じゃあ魂の天神とこれはね、欲しかったんですよ。うん、なかなか良かったんじゃないかなと思います。はい。それでは、以上になりますね。はい、短い動画でしたが、ありがとうございました。バイバイ、お疲れ様です。